本日の挑戦者、すゑひろがりず南條さんです。いやー、大丈夫大丈夫です。もう、スタミナが落ちてきてます。今すぐのところの鏡だけ、なんか、白い。それでけるもんね。熱い。白いオーラ。これ、気がすごい。気がすごい握ってる。これが、持ってる。これが、これ持った瞬間、ブワーンって。ルールはご存知。ルールはもう、前回見ましたから。で、前回は大きい方に三島のやつ入ってましたね。はい。で、ちょっと本当に2連戦は初めてなんですよ、僕。あ、そうなんや。なんか気持ち引きずってしまってる、はい、で、しかも見られてるじゃないですか、そうやな、さっきどっちに入ってたかっていうのが今一番スリル。これは簡単ちゃう、だから普段よりはちょっと楽じゃん。そうやな、2連戦で1回やられてもってるね。ほんまに顔出るよ、もうだって2万円、この2万円めっちゃでかいもん。でかい。そうやな。はい。もう2万円だから。そうやな。当ててまいそう。どちらかの箱に1万円入ってて。価値やからな、俺。いや、これはマジもらってください。すげえな。握り締められた。市長1000円札。バイトは今ちなみにしてるんですよね。はい、やってます。アルバイトしてるんですか。これを稼いだのは草むしりのアルバイトです。草むしり、はい、1等で1万円ぐらい、1万円ちょいぐらいだったんで。草むしったの、はい、夏か梅雨時期で雨の中、はい、草むしって雨の中やりました。現場どこでしたか。現場蒲田の一日中やって、はい、むしって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 全部三島が持っていった。マスダがむしった。まあまあまあ、そうゲームやん。そういうそれはしょうがないですよ。週スリル味わってるね。南條さん、これ、このゲームスリル挑戦されますか。するって。なんだ、毎回することを決めてきてる。はい、あります。挑戦していただけるということで。だからまあ、同じか変えてきてるかしかない。箱3つでもいいんじゃない。3つでもいいじゃん。3つ、3つだとちょっとスリルが弱いんですよ。あくまでスリル。そのうちお前目隠しして道路渡ったりするスリル、スリル始まる。気ぃつけろ。スーって縫ってます。スクランブル交差点赤山にスーって引いていける。それは変なの行くの。これちょっとスリル安すぎるな。お前死ぬんじゃない。俺は正直もう大きい方やと思ってる。あ、そうだか、レンチャン。そのレンチャンですか。変えるのはなんかまあ怖いというか、はい、逆に意地になって、はい、こっちに入れ続けてる心境になってると思うの。なるほど。さっき失敗したのを取り返したいから、はい、かえて失敗が一番へこむのよ、こういうのって。ああ、なるほど。その流れを一回変えたのにまた負けるみたいな、うん、のが多分一番。パチンコとかでも売ってた台でええなって言って変えて、はい、こっちが出ずにこっちが出たとき一番ショックやん。はいはいはい、別の人が座って。そう。アイアナされた。だからもう多分もう大きい方やね、絶対に。ああ、これは。はいはいはい。これは分かってる。っていう、心理状況もありますよね。うん。俺はでも、絶対大きい方やと思って。大きい方だと思ってる。もう変えませんよ。揺らいでないから。分かってる。いや、これは普通の笑いです。あ、確かに、さっき異常なんだよ、笑い。編集で三島の時の増田の笑い異常に笑って確証。大爆笑。あれ出てないし、はい、もう踏まえて僕が今勉強して、うん、経験積んで、そう抑えてる。この前が1万円の心境ってことやからな。まあでも、まあこれ今回かなり余裕見えるけどな。お前、いや、まあまあ、でも入れるときはやっぱ一番なんか頭は悩ましましたね。はあ、
もう逃げ出したくなるっていう。やめろよ。逃げろって。入れるときが一番スリラーってこと。ここ行ってみるか。小箱。この、さっき台行ったもんな。俺としてどっちでもええねんから、そんな。え？その、ど、別にその、外して、くっそーってならんのよ、その。え？え？さらっと、小箱とかでいいの。南條さんといえばやっぱ欲の塊じゃないですか。欲の、あの、ここでそれ。そんなイメージ。欲同士。そう。欲同士させてる？出てるよ。この箱に入れたくなるか、こっちに。はいはい。そういう、まあ、そういう精神状態もありますよね。変えるっていう。マスダの意見はもう聞かんで。いや別にそう関係ないよ。答え出てないからマスダの顔に、まあ、出てるのか。出てますか。三島さんやっぱ分かります。分かります。確かになんか曇りも消えてきてるな。曇り消えて落ち着いて温度は下がってきてるんですから、まあ、消えてますよ。体の温度下がってるな。はい、おかしいな。はい、俺の第一印象というかもう感覚はもう絶対こっちやから。はい、でもその俺って結構勝負ごと外したりする人間やから、はいはい、この第一印象のこっちが間違えてるパターンが多いのよ。ああ、なるほど。絶対こっちだと思ってるの俺は。はいはいはい。からあえてというかだからこっちを選びたい。ああ、なるほどね。うん。それでいこう。はいはいはい。それでいかしてもらっていいか。全然大丈夫ですよ。うん。でなんか、うん、やっぱ今の末広がりさんってこう。うんこっちに乗ってるんで乗ってるから自分も思った通りにっていうパターンもあるっちゃあるんです、はい、でもそれは俺外しがしちゃうからこっちにしたい。なるほど、かしこまりました、はいはい、本当にいいですね。いいよ最後これでいいよ。はい、わかりました。楽しみやな。それではいきます。よーこっちはもう松田さんを見てくる。あーもう っていうのをすごく冷静に導きましたね。あんた変わっちまったよ。会長さん。あの頃の俺じゃない。あの頃のあんただったらこっちになってたよ。会長さん。お前は変わんねえな。やってんだよこんなわけわかんねえな。こんなバカなのやってんだ。会長さん。ネタ作れよ。このゲーム。なんだよこのゲーム。いやー相当強かった。してんだよ。やっぱりね、勢いのある人はね、天然もやっぱ運も持ってますね。人の YouTube で不眠とかやるな。自分のこと考えろ。ノーギャラで。何十時間も起きるのかやめろ。もういろんなことに金使え。もうこれいただいていいんですね、はい、もちろんです。もうゲームですからこれはもう、はい、私もそんなお確認済みですからこれ、はい、もらいます、はい、すいませんがその代わりあの告知するするじゃん。すいません。
ません。めちゃめちゃさせてもらいます。はい。うん、ということで、3連勝からの3連敗。末広がりずに2連敗。いやー、強かった。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。何使おうかな。なんでそんなに使われますか。ほんまに、はけへんく使おう。うわぁ。いらねぇ。25の靴使おう。25の靴使おう。最悪の買い物。25の革靴。最悪の買い物。一枚いますね。頂戴します。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。今後も、あの、機会あれば、あの、出ていただければ。新しいゲームを思いついたりするもんね。はい。本日のゲスト、末広がりずさんでした。ありがとうございました。いや、ちょっとね、当分スリルができないかもしれないです。これ3連敗なんで。合計何万？合計3万です。どうするんですか？ちょっと、まぁ、クラウドファンディングちょっと。スリルをやりたいので、はい。はい、クラウドファンディング。で、はい、集うと。集うと。お金を。はい。ちゃんとスリルに使わせていただきます。でも、あの、好きな芸人さんとか好きな方と戦ってもらえるみたいな感じですかね。あ、そうですね。1000円とかで買ってくれた方は、バックがってことですね。バックが、好きな芸人さんと、戦う。そう、いいですね、そのバック。あ、そうですね。まぁ、あ、ちょっと、今後もう、しばらくできないかもしれないですけど、はい。次やるときはまた楽しんでみてください。今夜の11時、はい、23時ですけど、はい、今からどこ行くんですか。今からあの、もう、取っ払いのバイト入れようかな。